こんにちは、うまいも TV のそまです。こんにちは、きこです。はい、今日はですね、告知です。はい、はい、岡山県岡山市でですね、上半期最大の商業祭りと言われる、はい、ゴールデンフェスタが5月3日、4日、5日に開催されるわけなんですけれども、はい、この祭りはですね、どういう祭りかちょっときこちゃん、はい、はい、岡山中心市街地にある、はい、商店街、はい、表町商店街、宝冠町商店街、駅前商店街ですね、はい、はい、と主要の百貨店、うん、はい、ショッピングモール、そうですね、イオンモールさんとかね、はい、はい、天満屋さん、うん、高島屋さん、うん、一番街、はい、クレド、はい、もうあの岡山県ではね、そうそうたるというか、もう全商業施設が参加してるイベントなんですけれども、はい、そうなんです、はい、はい、それが、ゴールデンフェスタ、さっき言った3日間で、はい、開催されるわけで、飲んで食べてお買い物ができるっていう、はい、はい、そのイベントの一つとして、はい、ハイブリッドグルメという、はい、グルメにまつわるイベントが開催されるということで、はい、僕たちうまいもん TV 軍団が広報として、はい、担当に選ばれました、はい、ありがとうございます。ハイブリッドグルメっていうのは、はい、2015年からですね、はい、まあ、海外でも流行ってる、はい、ある食材とある食材を組み合わせてできた一つの料理を、はい、ハイブリッドグルメと言われてまして、まあ、このイベントが開催されるということで、はい、まあ、僕たちはあの3店舗、はい、その中でも3店舗選ばせていただいて、紹介するんですけれども、はい、もうすでにこんな感じで撮ってます。はい、で1店舗1店舗、はい、概要欄に貼ってますんで、はい、どんなものか。まず1店舗目さんは桃源郷のチーズダッカルビとピザを掛け合わせたハイブリッドグルメ、はい、そして2店舗目が表町花月さんのイタリアンそうめん、イタリアンとそうめんを掛け合わせたグルメ、はい、これが花月さんで提供されている、はい、そして最後3店舗目がセンベロさんで、はい、タピオカ杏仁豆腐クリームブリュレということで、言いました、はい、だからタピオカ、はい、杏仁豆腐とクリームブリュレが掛け合わさっているハイブリッドグルメということで、スイーツですね、スイーツですね、はい、この3店舗を、前も TV でもピックアップして、はい、説明欄に貼ってますんで、はい、気になるところを見てやってくださいということで、ゴールデンフェスタ5月3、4、5ぜひ岡山市お越しください。僕たちも、イベントしてますんでね、3日限定で、3日だけなんですけど、はい、ぜひとも来てください、はい、たくさんお待ちしております。